手の甲。さあ始まりました、手の甲でございます。手の甲がなんかちょっとね、控えめかなっていう。使ったことあります？あります。使ったことあります。手の甲をね、ちょっと主役にした企画をやりましょう。なるほど。じゃあまあ手の甲あるあるかな。じゃあ手の甲を別にメモるとか。ああ、いい、あめっちゃいい。これも気を使わないですもんね。確かに、確かにな。ここにすげえ手の甲目に出るだろこれ。出るなじゃないだろ。さっきの甲目だよ。こっちだろ。変なの。よし、レベリー先生、決めてこいよ、掛け声も。レベリー先生、知らねえよ。こんな白熱する。いてもこう喜んで、手の甲も喜んで。スコットノート。手の甲も喜んで。いや、まだまだ手の甲ゲーム入りますんで、挽回のチャンスあります。ない。いや、強かった。終わっちゃった。疲れた。終わっちゃったよ。まだまだ。手の甲ゲームって肩に来るから。そうだね。次は手の甲にどれだけ物を乗せれるかということで、マージャン牌をね、持ってきましたので、ちょっと今から準備します。乗せるものは定番じゃないから。ファイアフォックス。ちょっと準備に時間がかかりますので、少々お待ちください。隠さなくていいだろ。別に確かに黒である必要ないだろ。下手くそ。足がプルプルしてるからもう。下手くそ。足関係ねえだろ。よいしょ、いっぱいありますんで、まだまだ。あの、前だって100何杯でやるから。いっぱいじゃないから、もっとあると思ってるから。これ確かに、ここだけ出された時に言うことじゃないから。ほんまや、数セットぐらい出した時にまだまだありますから。だからこれだけと思ってないけど。全然足りてない、全然足りてない。今何の時間やこれ。本当だよね。休憩の時間です。いっぱいの時間。これはすごいぞ。向こう行って並べろよ。向こう行って並べろや。これはすごい、見てください。これ伝説の役満ですよ。出た、珍労働ですね。しかもこれ、珍労働、これ9ピン2ピン9万2層、これ原雄介プロが出した面前珍労働だ。放送対局で原雄介プロが出した面前珍労働だ。誰だ。原雄介プロだよ。大井さんとかやってる。知らないから僕。原って誰。原雄介プロだろ。そう、何あんのかよ今のところ。おい、何とかあんだよ。おい、リーパイだったらこっちもできるからやらせてくれよ。リーパイだったらできるから。おい、しかも最後少ねえし、少ねえな、最後。え、二差しのいい、ふざけんなよ。なんで2、3、4なの全部。二差しのいい、ねえ、二差しって言葉好き、二差しって言葉好きなの。まだあの、ね、まだまだありますよ。チュン、キモチュン、キモキメー。しかもチュン1個だけ向き逆だし。チュンチュンチュン。いや、でもチュンは取りたいな。あ、え、まさか、だって中田の、中田かなプロですか。中田かなプロですよ。麻雀ラリアットの、麻雀ラリアットで孫2人いる中田かなプロいますよ。あのモード入ったら話広げさせちゃダメです。そうだね、ダメなんだ。俺が間違って話広げたら負けだから。この前の麻雀ファイトでリーパイしろよ。リーパイしながら言えよ。リーパイをしながら言え。それ止まるからね。おい、喋ることに夢中になっちゃうから。喋ることに夢中になっちゃうから。なんで1個しかできねえんだよ。マルチタスクでやってくれ。乃木坂の方が話してくれ。いいって、早く並べろや。まあ、Mリーグからスタート来たよ。並べろや。いや、もうすごいよ、本当に。
ビースト新しいチーム、中田カナプロついに指名されましたよ。やれゴロチの三色うるせえ言うな言うな、もう置いてけポッポ言うな、もう見てわかるから言うなはい、来た、4杯4月のやつ、ありがたいハトにかかんかかんかよ、かかんねえおいなんでさ、こいつ強いのこれだけでやっちゃうの第三弦とかってやってくれないとなんでこれでやっちゃうのこれしょうもないの入れてさしょうもないしかもこれね見た目で言ったらアンカンとかのが綺麗そうなのかかんあーやばい誰に伝わるうるせえ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 お待たせしました、国士無双です意味わかんないの一個あるの最初にだって出してきたね役漫画竜医僧と珍老刀だからね珍老刀原雄介プロのいい全然すごいわかったからすごいめっちゃダメやおまそう対局で面前珍老刀すごいんだよ大体泣いて泣いてる今のはね今のやったから鈴木太郎プロとかはえこれ手に乗せるとか役作るとかなんかそういう複雑なゲームやろうとしてるあいい線ついてますね役わかんない人不利じゃない俺不利やもんいや、大体絶望的だな13年待ちだ国士無双13年待ちだいいって言ったマージャン最強戦 MDFC で岡田プロが出した13年待ちだいいって13分待ちだからいいってマジで13分待ちマジでいいって13分待ちお待たせしましたマージャンこのパイを手の甲に乗せていきます、はい、そしてまあ役が今できておりますが基本マージャン1杯につき1点ですなんで1個のせると1点、2個のせると2点だからリーチをかけると役が完成した時にプラス1点になりますリーチをかけるというのはこの先天棒を手のひらに乗せるとプラスで、うん、乗せると例えばリーチをかけてチューンを乗せるとチューンを3枚の3番3杯分の1点プラス完成した役の1点でチューンです、うん、でそこに D 棒の1点がプラスされるリーチをかけた場合ですね、うんかけたで3ボンバーで1本歯につき1本歯につき 0.1 点です1本歯って何、この100点棒が3本あります、これはもう自分で宣告できます俺3ボンバーでいきますって言った場合この3本が乗った状態から始まりますそれだからそれでクリアすると 0.3 点1本につきクイズ追加されます損じゃないこれこれですねリスクがでかすぎる同点になった時この 0.1 ポイントはどう響くかただまあリスクですそしてまあ役なしなんですけれどこの、パーマントイツ赤ウーピーこの関数素これこいつらは役なしですなので役完成ポイントはないですけど微調整とかに使えます例えばチューム乗せてただこっから国士は乗せれないからパーマントイツだけでプラス2点しようとかはできるああなるほど、ね、それが調整用ですねもうちょっと牌の数刻んでほしかったなそうねまあなんかやりながら間違ってたら言って多分わあまだ説明ありますんでまだあるのまだ全然おい一回しかやんねえゲームなのに入ってこねえっておい、そして役が完成した時の点、1点の役、こちらチュンの2ですねと吐くかかんそしてイーペーコは役が完成した時1点です1点こちらは1点組ですね、で次2点、ダブナンこれ何番でも札カードも載せてもらいます何番の何アンコこれはダブナンで2点です、あとチートイツですね、チートイツはどこだチートイツはどこだこれかこれは 2.5 点ですああチートイツは 2.5 点です2500だからそしてプラス役ができた時の3点、まあ、面前珍老刀竜医僧そして国士無双13年待ちこいつらはプラス3点です、うん、以上やりましょうじゃあどうしますかまず様子あダパンドロボンが立ち上がってくれました立ち上がってくれました俺役とかよく分かってない人なのに一番ボタンこれ一番よく分かってない人これを目の前にしてテンション上がっちゃってるだけだからでもこの企画に対する熱量というよりかはこれが目の前にある楽しみだけでやってるから正直役そんな関係ないからそうだよ、まあ、どれだけ乗せれるかそうですね賞味ね賞味ね是非、うんまあ、乗せたやつの私は点数申告もちろんしていきますんでそうあの今本当にダッパンさんが麻雀覚えてないせいだじゃあ俺のせいだろ言っといてくれれば俺覚えてないんだよじゃない覚えてたら普通に麻雀やって普通
盛り上がってるところをあなたができないせいでこんなへんてこなへんてこなやつ持ってきて、乗せるってなってる。そっちの欲を今ここにぶつけてるんだよ。俺のせいだろ。あなたのせい。意外とここと思うでしょ。おお、この場が今へんてこになってここのせいと思う。俺思ってた、思った。お前のせいだったのか。申し訳ない。お前のせいだ。お前のせいだぞ。申し訳ない。俺のせいだ。めちゃくちゃ。覚えてないせいで変なことになってるわ今。なんでそんなにすんなり飲み込めたの。じゃあまたチャレンジしていきましょう。手の甲にぜひ乗せていってください。俺はこの勝負負けてもいいから、やっぱチュンだけはどうしても乗せたい。間違いない。3枚か。え、ここを乗せていけばいいってこと。もちろんございます。あ、いいですね。正直俺もやったことがないので、どれぐらいいけるのか。テストプレイしてこいよ。こういう時こそ。重ねになっててもいいです。手のひらは。あ、なるほどね。手のひらをフルに使って。手のひらじゃない。手の甲。手の甲。今日は慌ててるじゃん。手の甲。じゃあ、見えてた方がいいよ。見えないよ。こうが多分安定しますね。いや、でもチューンだけは見せたい。チューンはそうです。チューンは見せたい。あとは別にどうでもいい。来ました。チューンのみ完成しました。パイ3点プラスチューンのみ完成1点で、今合計4点でございます。頑張って、じゃあやってみよう。それ全部いこう。おい、来ました。黒人いけよ。だって、ぶっちゃけ別に負けてもそんな悔しくないし。そうそう。いっちゃう、そうそう。うわ、乗った、来ました。黒人無双13連待ち完成。プラス13点、プラス約プラス6点、16点、合計20点でございます。結構プルプルしてるな。マジで。合計20点です。重さはない。いや、結構、まあまあまああるよ。意外にマージャンパーは重い。両人数もいっちゃうよ。ここいけると思うよ。マジですか。コーチが鬼なんだけど。6万2つ。え、両人数どれこれでしょ。そうです。その手前、その手前これは、そうですきつっ。これ全部いっちゃう。かなり見ててくれ。うわー、いいじゃん。22点です。だこれが果たして点数が高いのか低いのかっていう。じゃあ理解します。まあまあ、どうって点数合ってんすか。これ合ってます。22点でございます。ダッパン太郎選手。ではちょっと次、茂田さんいきますか。これ多分俺が多分1位出しちゃうと思うんですよ。あ、でも待って、俺先やっちゃうとそれみんな真似するか。真似します。これやだな。じゃあゆかみさん、うん、それちょっと先やってもらおう。俺はね、もう目処が立ってるのよ。なるほどね、策、うん、があるわ。でも俺も麻雀の申し子ですから。麻雀の申し子、麻雀の申し子ですから。じゃあゆかみ適当にやります。適当ってのはね、素晴らしい。とりあえず、はい、俺は竜磯が好きだから竜磯を使う。いや、もう竜磯綺麗ですよね、ほんと。竜磯がね、一番好きやん。これ、全然出てない。いや、ガチ出ないっすよね。竜磯は出ないね。あ、一本前行かなくてよかったですか。あ、もう忘れてました。そうどうでもいい。あ、ピピ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 最低お待ちしております。また入っちゃってるから、すいません。また入っちゃってるから。麻雀やりてぇな。はいね。これやるなら麻雀やりてぇな。あ、はい、すいません。偽パイ1枚までなら、そのパイを元に戻して続行ということです。対局を続けてください。偽パイ1枚までなら MD グループ大丈夫でございます。普通に麻雀やりてぇ。普通に麻雀やらせてくれよ。無理やろ。なんだよ、この2やん。せめてパソコンに入ってるさ、ほんと下ろしてくやつね。あれね、ルールわかんない。あれはなんとなくやつ、なんとなく勝ったっていうさ。実際の麻雀で見ないドラゴンみたいな。そうそう、広範囲広く浅くタイプですね。俺もそれでいこうかな。結構やばいな、バランスが悪いね。まあ、この手の甲というのは使い慣れていない。竜磯完成しました。13点プラス約プラス16点でございます。ケザーカウントってもらっていいですか。そうなんだよ、届かなくなるんだよね。これは1点ですね。17点でございます。次、ハクでございます。ハクカカン、ハクカカン乗せていきました。18、19、ほんとやばいぞ。20、21プラスハクの役プラス1点、22点でございます。次、ダブナンいきます。ダブナン、これも乗っけるんでね。はい、ダブナン行きましたね。
この札がまた厄介で軽いんですよね。そうですね。しかもちょうどね、そのあたり傾斜があるんですよね。来ました25点プラスダブダンプラス2点の27点でございます。最近ちょっとリーボーいきますか、ね、おここでリーチだリーチ、あーチューンもらっときますかね。うわ来た、ここで逆転を完成させにいく。27点28点29点いくかいくか、29点乗った、役完成するか。30点プラス役チュン1点プラスリーチかけているのでプラス1点32点でございます、ね、いいペーコいった、いいペーコいった。32、33点、34点、35、5点、36点、37点、30いくか、8点いった、プラスイペコプラス1点、39点プラスリーチョが来て40点だ。なんだこのゲーム、現在40点だ。何枚全部もらえますかね。それじゃあ何パーマントイズ関数層を払っていく。41点、42点積み重ねていく。43点まで乗っていったぞ。44点いくか、すごい、これは来た、44点だ。あとはもう残りだけの、そうね、いけるとこまで。おっと45点、45点フィニッシュ。これは高得点が出ました。これはもう線香花火落ちた時ぐらいの、うわーとかじゃないの。あ、そう、あ、ぐらいやつってるの。じゃあリーパイします。ダリー、またリーパイだよ。でも結局ね、これダブルスコアだ。俺何点だったの。45点でございます。聞いてみたら本来8点で死んでますけど。いや、ゆるルールで、そうそう、ゆるルールで、ゆるルールで、M リーグルールです。 M リーグじゃない、ゆるルール、ゆるルール、違う違う、 M リーグじゃないから。違う違う、何言ってるんですか。 M リーグ、ゆるルール、なんか早すぎたから、早すぎたからなんか恩情もらえたけど、じゃあダッパスもまあ良かったんじゃないかね。M リーグルールだから。確かに、なんで俺は22からもう一回やり直させてもらえなかったのかっていう。麻雀の申し込みます。もう今俺あくび出ちゃってる。まだ一本前ぐらいにあくび出ちゃってる。一本場だ、ありえない。一本場だ、リーチ。ここで置いたのがいいな。これで何かの間違いでもう普通に落としてほしいな。うん。違う、これ見せたい。違う、見せたい。違う、違う、違う、でもリーチも失敗して、失敗、でもリーチも負けたよ。失敗して、失敗して、あなたリーチね、もうちょっともうちょっとだけ。ちなみに今何点ですか。今、ここで終わったらなんて 5.1、 いや、4.1 です。さあ、チート率上がりました。 16.6 です。6? チート率が 2.5 点です。一本場のあれがある、リーチが 0.5 だっけ。リーチが1なんですけど、チート率が 2.5 なんです。あ、チート率 2.5 って言ったんです。チート率は多分、符が多分、もう覚えてない、符が多分25符だから多分 2.5 にしてた。すごいね、あれだけ別で覚えるんだよね。やってる間にちょっとずつ動いてるから。あぶねえ、ダブダンいきましょうか。落ちるぞ、あれやばい、笑いけるから、笑いけるから、やばい、笑いけるから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 。え、何点結局。13プラスの 2.5、 15.5 の 15.6 のリーチで 16.6 です。本当の麻雀できなくなるよ。本当の点数計算狂い始める。気をつけな、今度。あー、さあ、いけると思うよ、みんなストレッチから入ってる。あ、でも3本場、うわっ来ました、3本場。もうこれだけでプラス 0.3 です。リーチかけるに行く、来ました、リーチ。壁を突っ張っちゃうっていうね。いいですね、リーチ。はい、自動盾を超えた。
ボタンを押した時にリーチ棒を置いた時に磁石で反応する、これ、なんかカタカナでリーチカタカタカタって伝わってる人には伝わってる人には受けてる、伝わってる人には伝わってる、水道橋のやべえよこの動画、水道橋の断層伝わねえで、これで俺国士無双13年待ちに手を出しましたから、国士だから俺縦に行けば、ああなるほどね、ここ行けるんじゃないか、なるほどなるほど、その乗せ方は確かに誰もしてないよ、あやばいかも、意外と縦やばいかも、ミスった、ここまで来るとやり直しが効かないんだよな、ここあり、ここあり、今これ手のこうです、あギリこうだ、このボコってなってるより行ったらパドです、でも安定してますね、してますね、これが支えてるんですよねあ、動いてきた、あ、動いてきてる、結構やばいな、崩れるか、小指頑張れ、小指の力、力を振り絞り、役満2ついく、ダブル役満、まさかのそれはダブル役満っていうのいや、すごい一見乱雑に置かれてるこの感じ、城の石垣みたいですよでもぴったり、ああ石垣が崩れた、城の石垣みたいですよでもぴったり、ちょっと待ってください、ここまで行ってよ、俺最低を待っております、これが乗ってたやつね、これ乗ってたやつ、はい、うん、同じ場所に戻して続行でございます、リセパイ、さっき自分が落としたおいで感じてんじゃんだっただこさん、本当にすいません俺以外はやりのつけるにしてるんだよもう二度とトップバッターだってやろう後からそうやってルールができるのであるならば本当にごめんなさいおお、留飲層乗せました、13、16、17.3 プラスの、30、33、34.3 ミサシの IP が 35.3 増えてきたな、6、36、かなり安定してますね、37、緊張が見えるか、38、磁石入ってる、これ磁石入ってる、はい、あ、プルプルしてないはず、そう、蹴る場所を探して、あ、指先が38、頑張れあ、そっちがずれる、そっちがずれるのね、はいはいはい、わかりましたよ、ジェンガやってる、ジェンガだよ、わかる、ね、これもジェンガだよね、2枚切れのペンチーピン払ったら、ああ38、これのこんだけ乗っけて、はい、38です、嘘え、38、回数的には俺一番乗っけた、ごめん、入ってるかもしれないです、これ入ってない、点5ですか、点、はい、あ、そうだ、38.3 です、38.3 です、俺ゆかみさんの下か、38.3 でございます、チュンキャバか、アカウントかやったら、チュンだったな、アカウントだったら、確かにね、1個で見てないですよ、これだから1点です、1点、あ、1点、1点です、また俺が勝った時なんもねえよいやいや、まあ最終グランドフィナーレで、あんなにジャンパイあんのに俺になんもないんだよ、なんも食えないんだよ俺味噌汁のところ味噌汁あげたのなんかじゃあどれか欲しい役あります、リュウイソ、うわぁなんか高いね、あれ前インシャってもらったの、インシャって俺かな、じゃあまあ13個あげてもそっか、待って留意層ってあの枚数持って帰んないといけないの、初のえあるよ、ヤンワイズ持って帰る、初留意層でございますだね、初プレゼント動画終わってないの、またこれまだまだ回してくれてる、ほんとだ、いい、終わってるみたいなタイプでいいと思う、留意層でございます、これでじゃあみんなそれぞれ何かしらの確かに回は持ってるってことで、ジャンパイ始めてもらいました、まあ、ちょっとだからマージャンパイ戦国時代突入それぞれ領地ができたよ、奪いに行くよ、奪いに行くよ、もらうだけじゃなくて奪うもできるから今後今後ね、ユーリソめっちゃ強いぞ、ゲームどもゲームども、ピロッチ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 、ガタポン。